金融緩和継続で円安傾向続く恩恵株はこんばんはふくでふえるです今回のテーマは1ドル150円再び円安で儲かる恩恵銘柄ですぜひ最後まで見てください目次です1 為替介入も二、円安恩恵株三、注目銘柄はまずは、為替介入も ?2024 年3月、注目されていた日米それぞれの中央銀行の金融会合が無事に終わりました。どちらも事前予想からの大きなサプライズはなく、当面の安心感から、 株式市場では再びリスクオンの傾向が高まっています。日本ではマイナス金利は解除となったものの、低金利は継続されること、アメリカでは金利高止まりの傾向が続き、利下げが年後半になりそうだとの思惑などから、一旦は円高に触れていたドル円も、再び円安の方向へ向かっています。 現在は、節目となる150円を突破し、151円台半ば。34年ぶりの円安となる152円を試す展開となりそうです。節目という言葉が出てくると、円安が進む場面で意識されるのが、日本の通貨当局による介入です。為替介入の可能性もあるのでしょうか 為替介入、外国為替市場介入は、通貨当局が為替相場に影響を与えるために、外国為替市場で通貨間の売買を行うことで、正式名称は外国為替並行操作と言います。為替介入の目的は、為替相場の急激な変動を抑えて、その安定化を図ることです。この急激なというところが一つのポイントで、 短期間に極端な為替変動があれば、為替介入の可能性は高まりますが、過去1年間の外国為替市場のトレンドを見ると、緩やかな円安傾向が続いており、節目を突破してすぐに介入というわけでもないように思います。為替介入という言葉が取り沙汰されるようになると、注目されるのが財務大臣や財務官の発言です。 現在は行き過ぎた動きにはあらゆる手段を排除せずに適切に対応をとっていきたいと両名ともに見解を示しています。為替介入に踏み切るタイミングについて問われ、市場に不足の影響を及ぼすことになりかねないとして具体的な言及は避けている状況。政府としては高い緊張感を持って注視していると述べるにとどめています。 そもそも為替相場は各国の経済の勢いや金利差、地政学リスクなど様々な変数を織り込みながら形成されます。専門家でも方向性の予測が難しい一方で、日本株にとっては銘柄によって為替の動向が業績のみならず株価に大きな影響を与えます。円安が企業業績に影響を与える、もしくは 円安進行が株価に影響しやすい企業をピックアップしてみました。続いては、円安恩恵銘柄です。まず一つ目の銘柄としてピックアップしたのが、自動車メーカーの松田です。乗用車主体の完成車メーカーで、世界生産台数では、日産、トヨタ、ホンダの大手3社と、鈴木に続く国内第5位。 世界生産に対する国内からの輸出比率は5割超と高く、為替変動が業績に大きな影響を及ぼすことから、円安進行がニュースになると真っ先に意識されやすい企業です。続いては、トヨタ系のステアリングメーカー JTECT。JTECT は、ドル円の1円の変動による営業利益など、 本業収益へのプラス効果を示す為替感濃度は、1ドル円高になると4億円の現益要因となります。JTECT が出している想定為替レートは1ドル142円で、現在のドル円は1ドル151円前後なので、およそ9円の幅があります。そして続いては、同じく自動車メーカーのスバル。スバルは、 日系乗用車メーカーでは7位という立ち位置ですが、生産工場は国内に2つと米国に1つ。スバルの為替感濃度は対ドル円で約105円、対ユーロで2億円と、対ドルが圧倒的に影響を及ぼします。つまり、為替といって真っ先に注目される対米ドルに対しての影響が強いということが言えそう。 スバルの想定為替レートも24年3月期は1ドル140円と、現時点では実勢レートが対ドル、ユーロともに想定レートよりも大幅な円安水準にあり、業績には大きなプラス材料と言えそうです。その他、為替感濃度が高い、または株価に影響しやすい企業を増えるなりにピックアップしてみました。 先ほどご紹介した自動車メーカーのマツダやスバル、自動車部品メーカーの J テクト、同じようにステアリングメーカーから2社、日本製鋼と NTN。これらの企業の特徴は海外売上比率が高いことです。その他、小型ショベルの竹内製作所、工作機械からは薪のフライス、 自動車部品メーカーの電装、トヨタ自動食器、東海理科など、特徴的なのが自動車メーカー、またはそれに付随する機械メーカーが多いこと。今回ご紹介したのは工作機械では薪のフライスと竹内製作所の2社でしたが、それ以外にもいくつかの企業があります。展開する地域は企業ごとに異なっており、 ドルやユーロ以外の通貨を扱う場合もあります。両通貨と円の相関を対象として考えた場合、必ずしも海外売上比率が高いほど良いというわけでもありません。ただし、一大市場の米国に進出している日本企業は多く、一定の相関性はありそうと考えました。金融市場の値動きが激しいため、 米国向けエクスポージャーの一部で、為替予約などによるヘッジを行っている日産のような企業もあります。何より、地政学リスクの高まりに伴う燃料費、輸送費の上昇や、中国でのゼロコロナ政策に伴う生産物流の停滞など、為替以外には、業績へのマイナス材料も山積しており、各企業が 円安メリットをそのまま享受できるかというと、そればかりではありません。なので、受注の動向や各国の経済見通しなど、円安以外の要素に左右されやすいということも留意しておかなければなりません。では、それらを踏まえた上で、増えるが注目する注目銘柄はまず一つ目が、 やはりマツダです。マツダは世界生産に対する国内からの輸出比率が5割超と高く、為替の変動が業績に大きな影響を及ぼすことから、円安進行がニュースになると真っ先に意識されやすい企業です。そしてもう一社は同じく自動車メーカーのスバル。北米で多目的スポーツ車 SUV フォレスターなど、高価格帯の販売が好調です。今季24年3月期は、円安効果もあり、増収増益の予想。来年25年3月期は、米国での販売の順調さが続くと見て、増益と考えます。あなたの注目はということで、今回の動画は以上です。高評価チャンネル登録を、 ぜひぜひよろしくお願いいたします。最後まで動画をご視聴いただき感謝しています。いつも本当にありがとうございます。幸運を